チャンネルインクルージョン。の時間です。お仕事頑張ってますか？みちかです。ふわふわしてますか？みさこです。温泉入ってますか？ちひろです。皆さんいかがお過ごしですか？私は今仙台市青葉区中央にあるアートインクルージョンファクトリーに来ています。今日も素敵な3人とお送りするこのチャンネルインクルージョン、とうとうねこの番組にも視聴者から手紙が来ました、はい、その視聴者とはズバリみちかさんのお母さんです。この番組を聞いているお母さんに一言お願いします。聞いててありがとう。みさこさんのお母さん聞いてます？聞いてない。聞いてよ。そう言ってても、うんうん、千尋さんのお家では聞いてます？聞いてません。今度 CD にして渡しましょうか。そうか、 CD にしてね、うん、で、テレビ消して、テレビ消して、うん、そのチャンネルインクルージョン聞いてもらおう。そうだね、一家団らんのために。今日の話題は何？千葉さんです。千葉さんがどうしたの？何？3月いっぱいやめます。卒業して。でもまだいるから。まだいるから。ずっと先のことだ。普通の女の子として暮らしたいと。千葉さんといえばね、はい、みんなのこのパフォーマンスを支えてくれた大事な人ですけど。そうです。じゃあ番組で千葉さんへのメッセージを語ろうか、うん、何か千葉さんにメッセージ考えた？今一瞬で考えた。あ、考えた。考えた。じゃあ一人一人千葉さんへのメッセージ、ここでちょっとさ悲しい音楽かけるから。やだやだ。お願いします。千葉さん見た。見た。うん、大丈夫だよ、大丈夫。見てね、見た。千葉さん、うん、お世話になりました。あとヨガとダンスも教えてくれてありがとう。みんなのことを忘れないでください。笑うとこじゃないよね。なんか笑う。泣くとこだよね、うん、泣くとこだよ。そうだよ、ちゃんと泣こう。はいはいはい、ね、じゃあ涙で喋れなくなってるみさこさんお願いします。何？楽しかったよ。楽しかった、うん、何が一番印象に残っていますか？ダンス楽しかった。ダンスね。あ、この人も特別でやってきました。やってきましたね。千葉さんのこと、千葉さんのこと。ダンス、楽しかった。あとはお湯汲んでください。お湯汲んでください。最後までお願いしてますけど。ふやさんはお世話になったさ。楽しかったです。どうもありがとうございました。さすがだ。さすがだ、ね、いや、まあ、いろんなことがありましたね。いっぱい。例えば長町の駅前でのあのパフォーマンスどうでした？あ、言っちゃった。どんどこ市でのあの月1回、ね、連続4ヶ月ぐらいにわたるあのステージ、いろんなのありましたね。そうだね。梅雨時の時には雨も降らなかったけれども傘を差したり、ただまた七夕でも出演しましたね。あのたくさんの観客が見守る市役所前、ね、市民広場の一大ステージで、あれほどに立派に我々がステージをこなせたのはあの人のおかげですね。千葉さんです。それから3月にはビスタリでのステージもありました。ありました。みんなが服を絵の具で汚して、そう、素敵なコスチュームでね、はい、出演しましたね。しました。あの時みんな輝いていました。はい、あのステージが遅れたのは誰のおかげだったんでしょうか？千葉さんです。その他、ね、別に人前で発表するステージだけではありませんでしたね、はい、日々の活動の中でもいろいろな形で
日になり影になり支えてくれたのは誰でしたでしょう。千葉さんです。千葉さんの仙台市いつに地のところで千葉さんのダンスも見ました。すごかったです。ということでこれからの千葉さんのますますの活躍を期待して、はい、じゃあ千葉さんに向けた応援のエールを送りましょう。はい、千葉さん送る言葉すごいね。ということで千葉さんともまたお会いしましょうね、うん、また遊びに来るって遊びに来るってっていうかさ、また毎日来んじゃないの。違う、うーん、間違って名前じゃなくて前回またお会いしましょう、うん、さよなら皆さん、さよなら。